FM23입니다. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、12、バッタコチームが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。けど向こうなんか伝説の青い巨神と青い巨神がいるから、赤い巨神と青い巨神が、そうそう、やばい、伝説巨人がいるんだ。そう、ビデオじゃないよ。そう、そう、そう、ゆでゲージが今やばいですね。なんか線が伸びてるみたいな。ヘブンリーマスター、ヘブンリーポチョモキンマスターもだみたいなね。さあ、ここはあっという間に離していただいちゃう。 AT ポチスレイヤーがインポの選手、イエオン、ハハ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 ハ、取り返して最終ラウンド。須田さん、なんでクソルって言うんですか。クソなんですか。この方は空からファーストが、ね、空からファースト打ってきたらね、見て見ぬふりしますね。おお、ナイスジャンプから、エンエス、おお、はじはじ、やばいぞ、前ステー、立ち配したクーダー、SS 前範囲出して 2P で返していく。さあ、はじ、プレッシャーかけていく、ディハイスラー落として中央、いいロマンキャンセル、そして下段の星が消えるが、おお、と打ち上げて勝ったのはオソーマー2ファースト。吸血鬼といっても、あと2人で10段の世界です。絡めてなんて廃墟に暇がありません。イノ vs マオ、Get ready to rock! え？全然でいけますよ。やばいよ。誰が出るか、ファーストがいけませんか、ベッドなんかという感じですが、出てくるのはファースト。ファーストかー、うちのチームファーストでできたらどうするんですか、これ下やばくない、まあ、大体ファーストやばいんだけど。カメゴさんのベノム、ジャリアさんのファースト、ケイソジーさんのポチョムキン、アクローマさんのザト、タロウさんのポチョムキン、ダンジさんのザト、デムさんのハイと加藤さんの井のあたりがちょうど10段ぐらいなんですけども、なんか今のうちにイメトレしとくといいかもしれません。ファースト戦ここで物を投げたら、お菓子が出て飛び込みが通るから、ここで物を投げたらまたアイテムが出るみたいなね。お、しかしここは同キャラカラーね、いい色ですね。あの前田刑事の同キャラカラーはこんなカラーでした。もうとりあえずうちのチームのロイさんいわく方針はもう数を残して FAB さんに、全軍突撃命令が出ているので、とりあえず早い段階で FAB さんを引きずり出したいというのが、ロイさんの理想らしいです。いやいや、そんなことないですよ。ニコニコしながらロイさんはそう言ってくれると思いまして、おー、なんかすごい下がり方して、ジャンプ外ら、愛を投げて、画面薄い、
なんとか切り返したが、父は口の湯を通って、食らったのは、ゆうすけファースト。しかし、おそ松さん、頑張りました。おめでとうございます。またお会いしましょう。さあ、ちょっと悩みどころでございますね。ここが多分、あなたの目標は難しいね。ファースト出たいって人、多分絶対いないんですけど。でも、あえて聞きますが。まあ、何か得がありますか。うちにもちょっと無限の可能性が1体、2体いるんですけど、あえてポチョムキンぶつけて相手のメンタルを折りに行くっていうひどいプレイもできます。あ、そうですね、あの太郎さんはあのハメンジョベットマンにね、いい勝負してるんだよね。太郎さんは地獄人形さんって俺が今決めました。ケイソジーさんは赤いカラー使ってるんで今無限の可能性見せます。色がね、赤使うから。お医者さん見てるから。そう、お前が赤いカラーを使う資格があるかどうか今見極めてやると。お前初心者マークで何赤カラー使ってんのみたいな。頑張れ今日キャラ、俺は強い、強いんだ。やべやべ、運が強いね。あはやべやべ。あかん、強い。どこにいるんだポチョウキン。もう帰ってくんのやばいですね。リングアウトですか、スマブラ。ロイさんがあのジャンプ台飛んでってファースト見てもう帰ってくるので、ね、スマブラですね。メートルで、まあ、このラウンド運がなかったと次に切り替えるのは非常に大事であります。スライドヘッド打ってね、しっかりコマンド確認から次のラウンドです。そう、1ラウンド目遊びです、遊びです。今言いました、ケイス兄さん1ラウンド目遊ぶからな。いけるいける、ちゃんと儀式になったらお前の技を借りるぞって叫んであげるんで頑張ってください。おお、ボソムキンボソー、おお早い、ダメ端ブラックホール、まさまさうまい、あああれ。追いかける、触る、飛ぶ、逃げる、そしてハンマーをガード。さあいい判断、立ち合いするまでメガフィスト、足元に降りそう。さあ非常にいい勝負、立ち切り返して、惜しい、直下からタッチピーからハイスラガード、ハイスラまで、甘い甘い、やばい、あーやりきったー、見えてた見えてた、みんなもうトリシュールで相手を地獄の効果で焼き尽くすのまで見えましたが、しっかり俺らの脳内ではファースト燃え尽きてます。実際は風によって凝縮された姿なのですね。ちょっとケンスジさんごめんなさい、本当にファーストに当てるとかありえないですよね、本当すいません。けどなんかケンスジさんだったら多分面白い人はしてくれると思ったんですよ。金子さんはケイスさんの目の前に残しておきたいんで、同キャラ戦してほしいんでみたいな。ここら辺はコンセプトマッチになってきます、俺の中で。シャリアさんはね、どうしようかな。シャリアさんはね、シャリアさんは難しいな、同キャラ戦でもいいけど、ナムリザル行きたいね、ホヒコさんあたり。さあ行きましょう、アクローマザト対ユスケファースト。まあアクローマさんの試合結果がまたこうロイ連合軍の、本当に大事な試合となっております。その大意味では大事な局面を迎えてるって言いたかったんですね。まあ最悪今ヨスケさん隣にいるんでヨスケさんを入れますんでね、よろしくお願いいたします。勝ちたいです。嘘です、嘘です。そこら辺はね、じゃんけんでいきますよね。おーっと、画面端、ここはバースト。さあ、先ほど、
補償金戦ではかなり運が良かったユスケファーストですが、ここは未だにいいアイテムが引けていない状態。まあ前入ったらガーフなんでしょうがないですね。次に切り替えていきましょう。すまない、さあドリルが突き立て前ハイスラゴーウィング、画面端、おお立ち合いすらが伸びる、回ってもいいのよ、おっとダブルファング、アクローマさんのチームメイトだから言っちゃうんですけどね、 2K 続くって2回1セットやった後に絶対ダブルファング来るんでね、あの回数変えたりするともうちょっといい感じに戦えると思います。まあ強いしね、ミスっても伸びるがあるんで、おー危ない危ない危ない、どうしよう、ペタグルから回れ、続け伸びてわっしょい指パッチ、素晴らしい、これがねファーストきついんですよ。エストリーガスね、マイピー、タッチ系だかマイピーにもね、しっかりこの無敵を合わせてきます。挟まれるとかなりきつい、イエスケファースト、ここにいいバースだったが、モノが投げられない。お、消している、いい判断でしたが、画面足に追いやられて、エストリーで動きづらい、しかし立ち合いが漏れた。お、ここに来て突きが来たが、潜ればいいんですよね、このキャラ。そして確定、画面端、ガードできるか、回れからの前 B、 金 S 足払いからガーフアートミスター、立ち合いすら対立ち合いすら打ち勝ってるな、ファースト愛を受け取って、そんな一方的な愛はいらない、画面中央でジャンプ台があるのでこれは安全に佐藤のエディゲージを回復させられてしまいます。落ちた、おいしい、どうですか、押していて、うまい、絶妙なハイスラドリル、勝ったのはアクローマ佐藤となります、おめでとうございます。私が勝つということはこれが適者生存の育成だという、まあ、ここからのちょっと世界が見えてくる、世界が変わってまいります。残るメンバーはですね、ケイジ・ベノム、ホヒコ・ダブルゼム、ノブソル・モガスレイヤー、リオン・カイ・コンソメ・ホチョムキ、 FAB ・ホチョムキ、モッチ・ソル、ちょっとどこかで聞いたことある名前しかない。そして地獄人形さんですね、失礼いたしました。アクローマさん今めっちゃ優しい顔してますけど、普段あの金髪モヒカンですから、口の利き方気をつけた方がいいですよマジでやばいよ、今ミカド大会だからちょっとおとなしめにしてるけど、普段はねちょっと背いきますかね世界で戦ってますからね、やばい、まあ修羅ならお任せあれモヒカンですよさあ地獄人形ベッドマンの対象はアクローマ佐藤、さあ A タスクから KS といきました、デッタングル、ただこの組み合わせちょっとねベッドマンが少し頑張れるんじゃないかなと思います、ある程度のレベルまで、やっぱこの頭がね分身出してると面倒くせえ、戻ってきて面倒くせえし、かといってガードすると分身消えちゃうしってことで、かなりだるいですよね。わからないな。さあジャンプリーで打ち勝つ、頭投げて、なんか当たった、ジャンエスいい発生、よいしょ A ダッシュ、あ当たる、えいやーキャラパワー感じましたね遠いや、そうだったわ、まあ、ということで、まあ、エディがちょっといけるんじゃないでしょうか。おー、素晴らしい、北斗勢が一番穏やかな心を持っているけど、それはね、勘違いです、あの、本当に勘違いです、中野次 RF で店長を務めていた私が言うのが間違いありません、はい、あれが穏やかなら俺が一番穏やかですよ、ははは、そらーっつって
本当消毒もらって行ってやりたかったですよ。はい、そう、それ誤差マス、誤差マ、それ誤差マだけです。おー、ピー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 、おー、ベッドマンの A タスク、あの近距離でも帰還できるんですね。ガードしてから帰還みたいな感じになってるんですよ、強い。はい、さあ、フィニッシュからしっかり捉えていきます。中国人形ベッドマンがここでストップアウトして立ち塞がります。参ったな、ヒーロイン。対岸上手を前に来て、ああ、別になるのも分かるが、ザートを伸ば、太郎、太郎、違う、太郎じゃない、太郎、太郎じゃない。あ、いいっすよ、行けるなら行きましょう。行きたいっていう気持ちが一番大事です、こういう対戦は。超人バサラゼ、う、頭が、う、バサラゼ、あれなあれな、あ、納得いかねえよ。これ以上は話せません。さあ、地獄人形ベットマンに対して重大なシャリオファースト。おお、どうなったの？ジャンプですから、あー、バスが当たらない、バスをテニスで当たっていなかったか。そしてシーネジャロイ、キンジャンエスからタッチピー、キンエス、細かく刻ん、おお、すげえすげえ拾えるんだ。あ、そう、言ってたな、ハメンチが。やってるとこ見たことねえけど、ハメンチが言ってるのは聞いたことあります。あの、2段目の後拾えるらしいんですよ。なるほどね、ハメンチなんだかんだネタは、うん、自制してるかどうかは置いといて、ハメンチすごいですよ。アサラはね、オクラをね、まあ、みんな使ってませんでしたかね。空気読んで使ってなかったかあるんで、あの、許されてないと思います、モーリーは。さあ、ジャンプハイスラー、ジャンプハイスラー2回、あーと、これはね、うわー、ミオル Going my way。 うわー、ブリッツを見せた。うわー、なんだ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 、みんな燃えてしまった。これちょっとね、中国製のベッドなんじゃないですか。さあ、ここでしっかり最終ラウンドをバットを、バットじゃない、ベッドを入れ替えて対戦の時、最終ラウンド、マジめんどくさそうですね。シードスク、これラッキー。あー、ギネスマイビート行きましたが、繋がらず、ファーストのやられ判定のこの横に長いけど縦に低いというね、瞬間が見れましたね。さあ、 A ダッシュデッドアングルで安定回避、ジャンプ剣を上りで落としていきます。上から来て ES から勝てーベッド、マイハイスラー、特に硬さは関係ない、勝ったのはシャリオファースト。メルクは育つとは